まあ、横川選手のように最初フィジークに出ていて、うん、途中からボディービルに転向っていう方もいらっしゃると思うんですけど、うん、最近はいますよね、はい、うん、フィジークから転向される場合ボディービルに、うん、アドバイスをお願いします。ああ、まあ分かりやすいのはまず足ですよ、ね、足ですね、足見せるんで、はい、足しっかりやんなきゃダメです、はい、あとは、フィジークっていうのはやっぱりこうフィジークという、 こう理想の体に近づけるのがフィジークの競技なんで、はいはい、逆にボディービルってそういう何か枠っていうのが、まあ、ほぼないじゃないですか、うん、なのでもうどこの筋肉もまずしっかりでかくして、はい、まあ、もちろんそのバランスっていうのは大事なんですけど、はい、まずはそこを考えずにね、もうどこもしっかりこうバルクアップさせてどんどんでかくさせるっていうのがボディービルなんで、はい、だからまあとにかくでかくしてとにかく絞ってっていうのがボディービルの結構面白いところなんでね、はい、まあ、そこを要は究極を目指せばいいですよね。究極の体作りをね、はい、目指していけばいいです、はい、なんかどっかを、バランス取るためにトレーニングしないとか、うんうん、っていうなんか制限をかけてトレーニングするんじゃなくてもうフルに、はい、自分がでかくなれるとかどんどんでかくして、はい、弱点部位もはもうどんどんアプローチいろんな工夫してでかくして、はい、まあ、とにかく筋肉を大きくさせるっていう単純な、はい、そこは面白い、うん、まあそこフィジークと違う全然違いますよね、はい、うん、